こんばんは。ひそみね西浜でございます。この番組は、ひそみね店長西浜が自宅にある漫画を紹介していくというコーナーです。自宅なんですが、漫画が3000ぐらいあります。とりあえず、今回は、初回ということで、僕の趣味をずらっと漫画遍歴をずらっと紹介していけたらなと思ってます。まずは初めて買った漫画ですね。刃、青山の将軍。とりあえず今回に関しては、ずらずらっと作品だけ、紹介して、僕の趣味を分かっていただけたらなと思ってます。その後はずっとジャンプですね。ジャンプ買っていて、まあ、悠々白書。まあ、レベル E、富樫さんですね。ご存知の方いるかな。ひそかリターンズ。ボンボン坂高校、演劇部。幕張。インクル。リベロの武田。マサルさん。すごいよ、マサルさん。ジャングルの王者たち。この辺の時代のジャンプをすごく読んでましたね。大の大の。マジカルタルルとか。ろくでなしブルーです。先駆け男塾。シティハンター。まあ、これ以外にもいっぱいあるんですが、まあ、今回はこの感じで。ジャンプだとその辺ですね。それで、まあ、中学、高校ぐらいになってから、ちょっと青年誌だったりとか、ちょっとコアなサブカルっぽいのだったりとかにハマっていきます。高校ぐらいですかね。殺し屋一。おしゃれ手帳。マイワイ。ドラゴンヘッドとかの作者ですね。これすごく面白いです。もちろん、ガタロウ先生。金魚屋古書店。これ非常に面白いです。実際にある漫画が登場する、漫画専門の古本屋さんの話です。これ非常に面白い。ドラえもん。映画版のやつですね。うん、この辺で割と、マガジンだったりとかも読むようになりました。湘南純愛。ありがとう。山本直樹。こちらの方割とエロをモチーフにしてる人、作品が多いんですが、まあ、これももちろんエロ描写はあるんですが、非常に素晴らしい。家族愛の話です。秘密。古谷実。野球卓球部とかの人ですね。まあ、ギャグ漫画ばっか書いてるイメージだったんですが、秘密から急にシリアス、かなりダークな話になってます。これは非常に。僕は影響を受けました。清志郎二世さんという徳弘もさん。先ほどのジャングルの王者ターちゃんの方ですね。ターちゃんと比べてこちらの方が青年誌なんで、結構エログロ要素がいっぱいあったり、かなり複雑な深い話になっています。 Z マン桂正和、有名どころで言うとビデオガールだったりとか合図だったりとかいう感じで、割と恋愛もんだったり可愛い女の子が出てくるイメージなんですが、これ完全にヒーローもんです。めちゃめちゃ面白い。幕末ヤンキー、モンキーパンチ、まあ、ルパンですね。ルパン三世のモンキーパンチですね。まあ、これは短編で幕末ヤンキーっていうやつなんですが、まあエロ、ギャグ、めっちゃしょうもない下ネタだとか、モンキーパンチは割とそういうのが意外とあったりとか。ウーコのいる店。寄生獣の作者ですね。寄生獣がちょっと、まあもちろんすごく好きで今日紹介したかったんですけど、ちょっと手元になくて誰かに貸してるっぽいです。誰だかわかんないです。返してください。の、作品です。すごく日常の喫茶店で働く若い女の子、ウコ
の日常的な話です。何の事件もそんな派手な事件は起こらないです。寄生獣のイメージで読むとびっくりすると思います。ただめちゃめちゃ面白いです。おい、オーソン戦争、石島大輔。こちらのオーソン戦争、絵はすげえポップなんですが、なかなかかなり深い話で考えさせられる、僕すごく好きな作品です。この人の作品山ほど持ってるんですが、これが割と一番好き。20世紀少年。まあなかなか、オチだったりとか内容に賛否あったんですが、僕はすごく好きです。でサンデーですね。サンデー代表する高橋留美子。高橋留美子の中でもメゾン一国が僕は割と一番好きかなって感じです。水島新司、野球狂の歌。僕はあの野球は全くしないですし、いまいちルールも分かんないですし、野球漫画もそんなに好みではないんですが、これはすごく面白かったですね。人間ドラマがあるっていう感じで、もう初老おじいちゃんぐらいのまだ現役でやってるヨボヨボのピッチャーが中心になる話です。で、途中いろんな選手をスカウトしてきたりとか、途中に入ってきたキャラがすげえ濃いっていう、ね、野球漫画続きます。アストロキュータ、これなかなか分厚いんですか、まあ、これもかなり古い作品で、まあ、簡単に言ったらすごくとんでもない漫画というか、野球で、まあ、死人が出たりとか怪我人続出とか、もうなんか殺し合いみたいな、最終的に殺し合いみたいな、めちゃめちゃ面白いです。エンゼルマーク、松永豊和さんですね。これもちょっと紹介したい漫画が他にあって、バクネヤングっていう、すごく素敵な漫画があるんですが、同じ作者で、でそれもちょっと今誰かに貸してるみたいで、ちょっとわかんないです。誰かわかったら返してください。の人の他の作品ですね。これもすごく面白い。エンゼルマックっていう短編集ですね。これも面白いし、今現在、ウェブ漫画でパペラ級っていう、カタカナでパペラ級っていうのを調べていただいたら多分トップに出るんですが、そちらの方もすごく面白いです。それは今連載中ですね。月1更新です。明日のジョー。これは僕、まあ、説明いらずって感じなんですが、僕は割と出会うのが遅くて、5年前ぐらいかな、に一気読みをして、やっぱちょっと古い作品っていうので抵抗あったんですが、めちゃめちゃ面白い。はい。橋が聞いたカエルの話。長島新司。長島新司さん、まあ、古い作者なんですが、ちょっと前にお亡くなりになっちゃったんですが、この人の書く作品がすごく、割と古い作家さんで言うと一番好きかもしれないです。なんかほっこりした絵本だったりとか、なんか子供が可愛らしかったりとか、動物が可愛らしかったりとかっていう作品の絵のタッチなんですが、すごく大人のなんかついてほしくないところをえぐってくるというか、っていう作品も中にはあります。まあ、これは割と爽やかなポップな感じ。私は信仰、梅津和夫さんはまあ説明いらずって感じで、まあ、ホラー漫画とか山ほど書かれてるんですが、まあホラー以外も割と書いてて、これ以外で言うと漂流教室とかもホラーっていう感じではなく、これ私は信仰っていうのも、まあ、ロボットが出てくる話なんですが、これすごく僕は感動しました。梅津さん、今のところ全部まだ読めてないんですが、これは今のところ一番知ってる人いるかな。王様はロバ、何は小吉、まあ、ジャンプで、まあ、いわゆる黄金期の後ろ、最後の方、あんまり黄金期っていう言い方好きじゃないんですが、黄金期の中でも後期あたりに一番、いつもジャンプの最後に数ページあったギャグ漫画なんですが、サイレント漫画というか、セリフが全くなかったりとか、
極力減らしたりだとすごく少ない言葉数で絵で見せるタイプのすごく俺は初めて出会ったシュールっていう体験かもしれないです。長い道、河野文也。河野文也さん。まあ、他の作品が映画化されたりとか、割とそういうイメージで、有名な方なんですが、この方の割と古い最初の方の作品ですね。これもすごく、ただただほっこりする話なんですが、すごく胸に刺さるというか、うん、このちらの方、すごく大好きです。賀来さん。小田秀治。小田秀治さんね、有名な作品で言うと、アニメ化とかもされた、身寄りの森っていう、森に住んでる女の子の話だったりとか、なんですが、その人の多分デビュー作になる。単行本デビュー作になるかもしれないですね。賀来さんっていう話なんですが、非常に難しい話なんですが、なぜかすごく惹かれる内容です。高1ぐらいの時に読んだんですが、多分大人になってから読めばまた違った魅力が発見できるのかなっていうので、まあ、ちょっと今度また時間がある時にゆっくり読みたいなと思ってます。鬼神画舫、加護慎太郎。加護さんはまあとにかくエログロにギャグをすごくバランスよく混ぜてるっていうのが、もう初めて買った時は中古屋でなんとなくジャケットがかっこいいなっていうので気になるなっていうので買ったんですが、まあぶっ飛びましたね。初見の衝撃いったらな、苦手な方はすごく苦手。デメキン、今城隆さんの作品もいっぱい見てるんですが、まあ、一番初めに出会ったのがこのデメキングっていうの、映画化もされましたね。なんて言うんでしょうね、この人の良さを伝えるのってすごく難しくて、とにかくダメなやつばっか出てくるというか、で、事件らしいもんが起きそうではあんまり起きなかったりだとか、すごく不思議な魅力があるというか、ただ読み終わったらそのダメ人間たち全員のこと好きになってるという不思議、すごく誰にも似てないタイプの作者ですね。すごく好きです。他の作品も非常に面白いです。頑張れ和田ラジオ。和田ラジオさんですね、まあ、和田ラジオさんの作品いっぱい持ってるんですが、まあ初めて出会った作品を紹介することにしました。まあまあ、この人もかなりシュールっていうのか、もうほんまにわけのわからんことを山ほどやってるのに、なぜかどんどん次を見たくなる。この人の手法は本当にぶっ飛んでますね、すごい。自虐の歌、郷田義家。郷田義家さんの作品だと、有名なのだと、まあこれも映画化されましたり、空気人形っていうやつも映画化されましたね。もう主人が、まあ、ダメ男で仕事もしないしギャンブルをするっていうのを支える嫁さんっていう話ですね。それがもう本当に面白おかしくやってるんですが、なんかどっかクスッとクスッとできるところもあれば、すごくなんかジンとくるような感じもある。本当にこれ最後まで見ないと、あんまり良さがわからないかもしれないです。浅野いにお、虹ヶ原ホログラム。浅野いにおさん、まあ、超有名ですね。空にんだとか、おやすみぷんぷんだとか、の作者なんですが、割と僕、デビューからずっと、単行本、発売されたら買ってますね。今連載中のやつはまだちょっと置いてないんですが、そちらの方の、虹ヶ原ホログラム、まあ、このぐらいの一冊ものなんですが、かなり、ダーク、まあ、簡単に言ったらダークというか、ただひたすら重い話ですね。結構読むのに覚悟がいるというか、あんまり空人とかのポップな感じをイメージしてるとびっくりする。
吉本義友コレクターズアイテム。吉本さんがね、本当作品数少ないんですが、まあ、全部持ってるんですが、青い車だとか、他のやつもすごくいいんですが、まあこの一冊がいいっていう感じではなく、まあ、なんか、全部いいです。この人もすごく独特な、なんか、爽やかなふりしてる、すげえ尖った作品を書いてます。絵柄的にはすごく爽やかなポップで、かっこいい、かっこいい、かわいい感じだったりするんですけど、ね、この人もすごく不思議な方ですね。いっぱい、もっと書いてほしいですね。鳥道、シャリバリ。鳥道さん、まあ、短編集だったり、まあ、一冊本のやつが割と多かったり、まあ、連載もいっぱいやってるんですが、このシャリパリっていうのが僕一番最初に出会ったやつで、この人も不思議なテンションのギャグ漫画を描くというのがすごく心地よかったですね。ベターなギャグとかも織り交ぜつつ、めちゃめちゃ面白いくだりがあったりとか、なんかテンションがすごい、前編を通してのテンションがすごい好きですね。クリップ、藤原カム、言いにくい、はい、藤原カム、藤原カムイさん、ロトの紋章とかですごく有名ですね。こちらの方の、短編集です。で、藤原カムイさんって言ったら皆さん割とロトの紋章だとかああいう冒険ものみたいなイメージがあるとは思われるんですが、まあ、あれはあれで全然そういう冒険ものだったりとか RPG っぽいのじゃないのも山ほど書いてます。それがすごく面白いです。夢の底、岩岡久井さん、すごく可愛らしい絵で、ただ可愛らしい絵なんですがギャグだったりとか、結構毒づいてきたりするのがめちゃめちゃ面白いです。サバイバル、斎藤隆夫、斎藤隆夫、サバイバル。こちらも本当に今この皆さん家にこもりきって、コロナの時期に見るとちょっと怖くなるかもしれないですね。大災害があって、自分一人になって家族と離れ離れになって生き抜いていくっていう話ですね。不思議町怪奇通り、飛行不二雄 A 先生の方ですね。 A 先生、バラウセールスマンだったりとかの方の藤子先生ですね。で、これは、ブラックユーモア短編集の第1巻、まあ、結構分厚いんですが、こちら、まあ、この後2巻、3巻と続くんですが、こちらもすごく面白いです。なんていうんだろう、まあ、絶対アニメ化とかそういうのはされないというか、かなりえぐいとこついてくるのを短編ですごくコンパクトにまとめてるっていうのが、やっぱこの人はすごいんだなって思いましたね。水晶狩り、田村しげる。もしかしたら、CM かなんかでこの絵のタッチは見たことあるかもしれないんですが、田村しげるさん、すごく絵本をそのまま漫画にしたというか、言葉数も少なく、すごくファンタジーな感じですね。すごい大好きです。この人の描くじいさんがすごいいいですね。現職のことを、日野秀氏。日野秀氏さん、ホラー漫画なんですが、なんて言うんでしょう。コミカルな、割と絵のタッチというか、あんまり劇が劇がしてない作品で、の中で、なんか、愛らしいホラーというか、あんまり僕はホラー漫画とかは見ないんですが、この人はすごく好きになりましたね。この後もいっぱい買いました。古いところで言うと、野良黒軍曹、田川水宝さんかな、読み方。田川水宝さんかな、ちょっと読み方が自信ないんですが、すごく可愛いパッケージで、ノラクロシリーズすごく面白いですね。ノラクロシリーズ、まあ、この他にも4、5作品ぐらい持ってるんですが、
非常に面白いです。時代がわかるというか、まあ、軍の話なんで、結構、今だったら絶対ダメだろうな、みたいな話もいっぱいあります。知り上がりこと、やじきたインディープ。高校ぐらいの時に知り上がりこと、高校ぐらいの時にハマった作者、一番ですね、知り上がりこと。まあ、結構絶版になってるやつとかも、ね、必死こいて探したりだとか、非常に面白いです。ただのギャグ漫画家じゃないですね。ぶっ飛んでますね、この人は。未だに全然理解ができない。何度読んでも発見がある。面白い。やじきたインディープ、割と若い頃に影響を受けたの、まあ二十歳前後ぐらいの時かなにガッと影響を受けたのが、見えるかな、こうかな、諸星大二郎の、短編集のベスト2冊って感じですね。まあ、ほとんど、中身に入ってるやつは他の短編集で持ってはいたんですが、ちょっとこのドカンっていう感じが買いたくて、結局2冊とも買っちゃいました。あとちょっと番外編で雑誌ですね。ガロ。まあ、古い雑誌なんですが、かなり当時の前衛的なアート漫画みたいなのが山ほど収録されてるっていうやつの実際の雑誌ですね。こっちが1989年。こっちが80年ですね。で、さっき言った長嶋慎二さんですね。で、ガロに掲載されてる、作者とかも非常にハマって掘り下げ探しまくりましたね。そんな中でも、ガロの中でも、草原伝説、古川益三、この方のはすごく面白かったですね。すぐ惚れ込みました。と、まあ、ガロといえばよいしょ、杉江義原ネジ式。まあ作品集ですね、これは。ネジ式が収録されている作品集という感じで。まあ次、吉原さんもそんなに説明はもちろんいらないと思うんですが、かなりぶっ飛んだ人ですね。ただ、この人の書くこういうネジ式だとか、すげえぶっ飛んだのももちろん好きなんですが、なんか、すごくほっこりするというか、あんまり事件の起きない旅物みたいなやつが割と好きです。これが最近の中ではダントツでハマった、田中将司さんのゴンですね。超強い恐竜ゴンが、ひたすら森の中で暴れたりとか冒険したりとか、セリフは一切ないです。出てくるのはこのゴンと動物だったり虫だったりとか、そういうのばっかですね。これはね、これも説明不要な感じなんですが、ただひたすらに絵の迫力がすごいです。迫力、テンポ。で、この田中将司さんの他の作品も、こっちか。田中将司さんの他の作品も、手に入るやつは全て買い漁ったんですが、非常に面白かったです。最後になりますかね。僕は、母親の影響で割と漫画が好きになったんですが、母親の漫画の本棚に、入ってた作品が割と僕の中では一番影響を受けたかなっていう作品ですね。増村博士、アタゴールは猫の森、私はタヌキではありません。この人は大好きですね。もういい言葉はもういらない感じで、この人の作品は全て素晴らしいです。初期の方の短編集の結構、グロい感じも面白いし、もう最近のすげえポップな感じもめちゃめちゃいいし、本当に夢見心地です、この人の作品を見てると。はい、というわけで、ざーっと、作品を紹介していきましたが、まあ大体こんな感じの趣味です。なので、今後は、もうちょっと
作品ごとに掘り下げつつ、テーマごとに分けようかなと思ってます。なので、取り扱っていただきたい、テーマだったりとか、この漫画知ってるだとか、何かしらあれば、いつでもコメントいただきたいです。それでは、今後ともよろしくお願いします。